佐藤博士は日本の外交官。2012年10月11日からキューバ中殺特命全権大使。愛知県出身。1973年早稲田大学法学部を中退して外務省入省アメリカ合衆国での研修を経て、在アメリカ合衆国日本国大使館、在マレーシア日本国大使館、在ニュージーランド日本国大使館。 在フィリピン日本国大使館などに勤務。外務省オア局大洋州下首席事務官。国際連合日本政府代表部一等書記官。在エジプト日本国大使館参事官。外務省経済局国際経済第一課。海洋室長。外務省領事局法人保護課長。在ニューヨーク日本国総領事館首席領事。 在本港日本国総領事館主席領事を経て、2008年9月から、ナッシュビル総領事。2012年10月11日から、キューバ中殺特命全権大使。長谷倉常長の慶長県王施設が、慶長19年7月23日に、キューバのハバナに上陸したことを記念し、2014年は、日本、キューバ交流400周年を迎えた。2013年3月7日、 仙台市の奥山由美子市長を表敬訪問している。2016年8月、独立行政法人国際交流基金ジャポンに住む事務局事務局長。外務省移動ニュースパート6。移動ニュース。2014年4月12日閲覧。ニュージーランド大使に野川式季佐藤博史氏。日本経済新聞日経ネット。2014年4月12日閲覧。 市長行動記録仙台市。仙台市。2014年4月12日閲覧。特別職国家公務員の最終職状況の公表について外務省。ありがとうございます。